平日のね12時なのにねかなり混んでいましたね。お客さんの半分ぐらいは座れなくて立っていました。さすが鹿児島はやっぱ都会ですね。ということで私も初めてやってきましたが、鹿児島県鹿児島市の龍ヶ水という駅に来ています。鉄道ファンの間ではかなり有名な駅で、鹿児島中央、鹿児島、時で次が龍ヶ水なんですが、非常に都会から近い数駅のところにあるにもかかわらず、乗車人員が非常に少なくてですね、普通列車も半分くらいは通過してしまう、そういう駅です。おまけにね、この鹿児島近辺はスゴカという、IC カードですね、スイカとかと同じやつが使えるんですが、こちらの駅では IC カードをご利用になりませんので、スゴカエリア内の最寄り駅で精算してください。あらかじめ自動券売機等で購入された切符をご利用くださいと書いてあります。いや、前々から降りてみたかったんですけど、やっと来れましたね、龍ヶ水。非常に風光明媚なところでもありまして、真ん前に見えているのが有名な桜島です。噴火をしている時とかは火山灰が出ているんですが、今日はちょっと出てるのかな、向こうの東側の方にたなびいているのかもしれないですが、そんなに灰は見えないですね。おまけにめちゃくちゃ快晴ですね今日は。この日豊本線はね、ずっと錦江湾にへばりつくようにして、ずっとへばりついて運転されているので、この龍ヶ水の駅じゃないとこの桜島が拝めないというわけではなくて、ずっとこの辺り5分ぐらいずっと走ってる間見えているので、非常にね風光明媚な路線ですね。とりあえず駅舎の方に降りていきますか。線路はですね、超大式2面2線という言い方をして、左手に1つ、右手に1つで、各ホームにつき1本線路を用いているというところです。特急列車はもちろんすべて通過しますし、また普通列車でも、415系というちょっと昔の車両を用いたものはすべて通過していますね。一昔前は朝晩を除いてほとんどの列車が通過していた時期もあったそうですけれども、現在はそこまで通過列車が多いというわけではありません。いいですね、この駅名表もね小さくて、で切符入れ運賃箱書いていますが、切符を持っている人は普通に切符入れればいいんですよ。でも切符をお持ちでない方は下記の運賃表をご覧の上、運賃をお入れください。ここに直接ね投函してくださいということになっているんですよね。ちゃんとね切符は買ってありますので、ここに入れておこうと思います。この何もない龍ヶ水ですが、昔は有人駅でした。線路のポイントとかを切り替えたり、あと信号を制御しなきゃいけませんからね、人手は必要だったわけです。なのでその名残でこういうふうに改札のところには、ラッチって言えばいいのかな、改札の行う駅員さんが詰めておく場所が、設けられています。そういうポイントの制御とかはもう自動化を完全にされているので、全く駅員さんはおりませんけれども、こういうところにね昔の名残がありますね。多分顔を洗う洗面台だと思いますが、カマキリが左腕がない気がしますけど大丈夫かな。日豊本線は1975年とかそれぐらいに全線電化されて、こういうふうに架線が上を通るようになったんですね。それまでは蒸気機関車で運転されていました。蒸気機関車の場合は特にトンネル区間などにおいて、すすがどんどんトンネルの中に溜まって、お客さんの顔もすすだらけになったりするんですよね。そうなった時のためにここに来て顔を洗っていたと、それの名残です。この辺から多分水をバーって出して泉みたいになっていたんでしょう。この下に土とかがあるのもその水を吸収させるためのものの名残でしょうね。駅舎の中にはベンチが合計で8つですかね、8つだけあって、で多分間違えて降りてしまった時に、連絡が取れなくなった時のために公衆電話も設けられております。あとはもう JR の掲示とかだけですね。で駅ノートもねしっかり設けられていて、この書けるようによくアンケートとかで使う鉛筆もありますね。駅舎の外観はこんな感じで、非常に無機質なコンクリート作りになっています。昔はもうちょっと大きくて、多分駅員さんの詰め所とかもあったんじゃないかな。これも詰め所なのかどうか分かりませんけれど、駅を出ると目の前にね多分お地蔵さんをもともと祀ってたんだと思いますが、今では子供が描いた絵が綺麗に飾られています。そしてその前にね結構いろいろ物々しいものがあるんですよ。土石流危険渓流、土石流の発生する恐れがありますので大雨の時は十分注意してください。こっちにもね龍ヶ水地区休憩者地崩壊危険区域、
この土地の区域内において宅地造成、家屋の新築、土砂採掘等の行為をする場合は鹿児島県知事の許可が必要ですので、鹿児島県土木事務所にご相談ください。休憩者地崩壊危険箇所、龍ヶ水3地区。なんでね、こんな物々しい掲示がたくさんあるかというと、そこにはちゃんと理由があります。25年前、1995年にですね、この龍ヶ水駅で大規模な土砂崩れが起こったからです。ちゃんとね、ホームにもその時の記念碑が残っているんですよ。ちょっとあちらの方に行きましょうか。1993年ですが、夏にですね、記録的な長雨が続き、鹿児島県下で続きまして、特に8月6日は市内もね、大雨でもう冠水が発生して陸の孤島状態になっていたそうですね。特にこの龍ヶ水の駅のところで、ちょうど列車が上下2本止まっていたんですが、ちょうどこの龍ヶ水の北側でも南側でも土砂災害が発生して、もう列車はこの龍ヶ水駅から動けない状態だったそうなんですよ。で、乗務員さんももうこの龍ヶ水のあたりも土砂崩れがいつ起きてもおかしくないから避難させようと機転を利かせまして、中にいたお客さんを皆さん避難させました。避難指示に従わなかったお客さん数名いらして、その方はもう亡くなったそうなんですが、それ以外のしっかり避難した方は全員1名を取り留めたそうです。ただその機転を利かせた乗務員さんの方は数週間後に、肺炎か何かで、命を落とされたそうです。もともとこの龍ヶ水もね、この辺に塀みたいなのがあって、分かるように例えばこの上とかに建物がたくさん並んでおりまして、向こうもこっちの方もかな、まあ、そこそこの集落はあったそうなんですけれども、その土砂災害を機にですね、ここはもう住み続けていたら間違いなく土砂崩れが起こるから危ないぞということになって、全員移転という措置になりました。もう無人地帯になったらね、そもそも列車利用する人もいませんし、まず周りにね、この山と錦江湾に挟まれていて、何も施設とかもほとんどないですから、で電車を止める理由もないということで、普通列車でも多くが通過しているというわけです。ただ完全に無人地帯になったというわけではないようでして、実際私が降りた電車にもこの駅から女子高生らしい人が一人乗ってきていましたね。この駅の近くにある階段を上がってきたところとかね、これ上に上がるとおそらく昔は民家とかがあったんでしょうけれども、もう誰も住んでいないし、建物とかも全くありません。建物が残っているところも例えばあちらとかもあるんですけれども、もうそんなに人が住んでるって感じじゃないですね。やっぱりね、知っている人は知っているようで、普通列車が行き違い待ちで止まっている間に写真撮影とかを興じている、鉄道マニアらしき人もおります。こう登ってきたんですが、かなり急ですよね。奥の方には砂防ダムもね、新たに設けられていますね。普通列車が出発していきます。上から撮るとね、非常に桜島と線路で映えるんですけれども、27年前にはね、ここがもう大災害の舞台となったわけですからね、自然の力っていうのは恐ろしいもんですよ。特にこういう傾斜地っていうのは災害が起こりやすいですからね。駅の近くの道路もね、あんまり人の気配はしないですね。こう石垣みたいなのがあって、この上に家が建っていたんでしょうけれども、もうなくなってしまっています。もうね、一応奥に公衆トイレらしきものはあるんですけれども、野生の虫たちが支配してたりしないですかね。途中とかにも結構蜘蛛の巣が張ってたりしますね。見えないかもしれないですが、踏切の方に歩いていったら慰霊碑がありますね。ちょっと登ってみましょう。この建物は龍ヶ水の水害があった時、以前からもともとあったようでして、普通に地域の方々の共同墓地みたいな感じでしたね。この龍ヶ水っていう地名ですけれども、こういうふうに所々水が川の流れみたいに流れておりまして、龍が登るぐらい急な斜面を流れる水ということで龍ヶ水って言ったんじゃないかな。あちらの踏切を通ってね、今度は海側の方に出ようと思います。鹿児島にはよくあるんですけど、非常に急な坂を降りて国道に出ます。これが国道10号でして、鹿児島市とあと霧島市って言えばいいのかな、駅で言うと隼人とか国分、あの辺りですが、あの辺りを結ぶ非常に重要な国道になっていて、かなり交通量も多いです。なので秘境駅っていう感じでもなくてですね、ああいう風に
町へ向かうバスも発車しております。私ね、乗客と勘違いされて止まりそうになりましたけれども、必死に手を振って違うよって言ったら通過していきました。朝晩とかはかなり渋滞するそうですね。まあ、一応高速道路も走ってはいるんですけれども、かなり内陸側になっていて、もう根本的に場所が違います。で、ガソリンスタンドがこの線路と道路の間にへばりつくようにして設けられていますね。このガソリンスタンドもね、その龍ヶ水の水害の時にもすでにあったようでして、現在も営業中、こっちは営業中ではないでしょうけど、まあこっちは普通にオバマ石油って書いてありますが、営業がなされております。まあ、車通りは多いですからね、結構需要はあるんじゃないですか。じゃなかったらもう30年も続かないですもんね。普通はこういうふうに大型のトラックとかも頻繁に通る道です。水害の時もこのガソリンスタンドは活躍してまして、お客さんが列車から避難するってなった時にはこちらのガソリンスタンドで、お世話になっていたそうです。やっぱり敷地が細い分ね、すごい細長く縦に並んでいます。一応ね、ガソリンのあれは4基設けられていますね。海もすごくね透き通ってますよ。あっちは何の養殖してんのかな。昔はこの辺に龍ヶ水海水浴場っていう砂浜があったそうなんですけれども、もう国道の拡幅が行われて、その影も形もなくなってしまっています。洗車機無料って書いてあるけど、これ自分でホースとかを動かしてゴシゴシやるタイプのやつですね。ほとんど施設がないという言い方をしましたが、あるにはあるんですよね。例えばこの手打ち龍ヶ水そばと書いてあります。 Google のレビューの情報だとそば粉 100% だそうで、結構美味しいのかな。車が狭い駐車場にずらずら並んでいますね。私も後で行こうかと思います。にしても建物古いな、これ何十年前からあるんだろうこれ。あとね、奥の方にももろもろのなんか施設ありますね。一応自販機とかそういうのが見えるんで、何らかの休憩施設でしょうか。一応こういうふうに施設自体はあるんですが、住んでいる人はまあほとんどいないという、そういうような状態です。にしてもね、景色は綺麗ですよね。本当に向こうの方に見えているのが霧島市、国分駅とかあの辺ですね。でこっちに大隅半島がずっとあって、陸続きになっている桜島と、向こうの方の鹿児島市の方は見えないですけれども、無人地帯ではありますが、非常に風光明媚なところですので、ぜひ機会があったらね、降りてみるのもいいんじゃないでしょうか。電車ではなくてバスも使えますからね。後ろのね、この龍ヶ水そばっていうところで食べさせてもらったんですけども、いや、いいところですよ。結構真ん前に桜島が見えてね、雄大な景色を見ながら、そば 100% のそば粉のやつを食べられると、いや、美味しかったですね。もうこの龍ヶ水で46年ぐらいこの営業続けているそうで、86号もね経験されていたそうで、店主のおじいちゃんもう80歳ぐらいだって言ってましたが、いろいろ話を聞いて来た甲斐が本当にありました。土砂崩れがあった時もね、もうものすごい黒くて分厚い雲が向こうの方から来ていたので、もうこれはやばいと思ってね、お客さんも早めに返したそうですね。ここに今住まれているらしいんですけれども、上の方からね、土砂崩れがどさーってやってきて建物に直撃をしたそうなんですよ。写真撮るのも忘れていたんですけれども、この建物の中の柱とかもね、明らかに斜めに歪んでいたりして、本当に土石流が襲ったんだなというのがよくわかります。すごいですね、土石流が当たってもまだこの建物を使い続けてるんですからね。もう知る人ぞ知る観光スポットみたいな感じでね、店内は狭くてテーブルがまあ4つぐらいで、一応カウンター席もまあ5客ぐらいあって、そんなに大きくはないんですけれども、まあ、そこそこお客さんで賑わっていましたね。ぜひね、龍ヶ水で降りられた際にはあちらのお蕎麦屋さんでお蕎麦食べてお話を語ってくれるのでね、それを聞いてみてください。まあ、もうご高齢だからね、もうあと何年かで辞められるかもしれないですけれども、まあ、早めに来た方がいいかもしれないですね。ということで、龍ヶ水の駅と災害のことについてご紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。間違っていることとかがあったら、ぜひコメント欄でご指摘をお願いします。